先ほどエリザベス女王の棺がスコットランドの首都エディンバラにあるホリールード宮殿に到着しました棺は女王が亡くなったバルモラル城を出発した後およそ6時間かけてさまざまな町を巡りました到着したホリールード宮殿はエリザベス女王が毎年必ず滞在していたゆかりの場所です翌12日には チャールズ申告オーラロイヤルファミリーがこの宮殿からセントジャイルズ大聖堂までおよそ1キロエリザベス女王の棺とともに行進しますその後一般市民からの弔問を受け付ける予定ですそして女王の棺は13日にロンドンへ空路で運ばれ19日の日本時間午後7時から国葬が行われる予定です